宗師の一例宗師とは、日本史上の概念では、1880年代の自由民権運動において活躍した職業的な政治活動家のこと。中国の古典、戦国作や四季に登場する宗師が語源。もともと、私族や自作能などの指定が、若さと行動力を武器として活動を展開したものである。宗師には、決起盛んな若者の意味もある。 しかし、ここでは特に自由民権運動への弾圧や、自由党と立憲改進党の確執が深刻化した1883年頃から活発化した活動化を指し、大同団結運動や三大事件建白運動、帝国議会解説と重大事件が続いた1890年が最盛期であった。演説会における参加者の安全確保や、 警察や反対党による妨害活動の阻止、さらに桜的な役割などに活動し、星徹や大井健太郎、尾崎幸雄なども、総氏を政治活動に活用した。総氏の中には仕込み図絵を携え、法発高利姿で、関係や反対党に対して、暴力行為に及ぶ者も,もおり、世論の批判を受けただけでなく、保安条例などの政府による弾圧の正当化にも利用された。 一方で、川上夫次郎の創始芝居のような独創的な活動を起こす者もいた。明治憲法体制の安定化とともに、創始は姿を消していったが、因外団や大陸浪人に転じる者もいた。日本史大辞典、ありがとうございます。